おはようございます。ゆきちゃんです。今日はちょっと暖かいなっていう感じで、暖房もなくてちょうどいいなという感じですね。はい。皆さんお元気でしょうか？また今日もゆきちゃんが始まりますけど、またいくつかの、ご質問が来ておりますので、それにお答えしたいと思います。声聞こえますかね？ちょっと遠いかな。このぐらいにした方が聞こえるかな。一つはですね、緑川さんっていう方から、ジャンニアニエリ。まあ、ご存知かどうか、イタリアのですね、いわゆるそのフィアットっていう会社の、会長さんをやってらっしゃる方で、まあ、この紳士服の業界では、まあ、ダンディーの代表と、まあ、イタリアで言えばこのジャンニアニエリであったり、まあ、じゃあイギリスであると、まあ、皆さんご存知の、いわゆるウィンザー公。これが、まあ、一つですね。まあ、ダンディーな、ジェントルマンというと、こういう人だよね、ということは、昔から語り継がれています。で、この、まあ、ジャニアリニさんが、まあ、メンズプレシャスという雑誌で、まあ、スーツに、まあ、ブーツを履いてる写真があるんですが、まあ、これはありですか、ないですか、というふうなご質問ですけど、まあ、これは、まあ、ありも、なしもないな、と。まあ、何かというと、もうこのジャンニャニエリさんというのはもう服を極めた方で、まあ、いわばもう一つのこう突き抜けた一つのご自分のスタイルを持ってらっしゃるんで、もうご自分の中のしっかりできる会所帯のスタイルから、まあ、ああいうブーツスタイルで出るとか、まあ、スニーカーでも構わないですけど、まあ、そういうご自分なりのスタイルというものの中に全部表現してるんで、まあ、通常言うこれがありかなしか。ですから、まあ、緑川さんが今、服をどういうふうに着てらっしゃるかは分かりませんけど、まあ、まずはそういうふうなブーツを履いたりすることではなくて、やはりドレスということであれば、やっぱりレースアップシューズをしっかり履かれるのがよろしいかと思いますけど、やっぱりある程度自分が一定の段階まで、もうそこそこ服を着てきたなというふうにご自分が感じ取ったら、多少そこにフェイントをかけたり。まあ、ネクタイの締め方なんかも、まあ、いわゆるこういうプレーンノットでするものに少し、まあ、バランスを取ろうとか、まあ、少しポケットチーフの入れ方変えようとか、まあ、そういうふうな工夫をしていただければよろしいかなというふうに思います。アニエリさんの一番の会所帯の写真というと、まあ、こんな写真かなというふうに思って、ちょっと出してみましたけど、まあ、実にクラシックで基本の木の方です。まあ、こんな本も出ておりますけれど、やっぱりジャンニ・アニエリといえば、やはりイタリアを代表するダンディ。で、イタリアを代表するからイタリアンっていうようなモデルではなくて、あくまでもブリティッシュスタイルというものをラテン人であるイタリア人の方がご自分なりのスタイルというものを極められた一人かなというふうに思います。次のですね、ご質問は SY さん。SY さんは、プリンス・オブ・ウェルズ・チェック。まあ、今日私、まあ、この SY さんのご質問があったんで、じゃあ今日はちょっとプリンス・オブ・ウェルズ・チェック。まあ、通常はグレン・チェックという柄です。まあ、いわゆる、まあ、一般的にはグレン・チェック、グレン・チェックっていうのが、いつしか、まあ、そのプリンス・オブ・ウェルズというふうに呼ばれるようになりました。で、まあ、このプリンス・オブ・ウェルズのこのチェックというものも、まあ、本来のものは、例えばいろいろございますけど、白黒の柄が基本です。まあ、こちらですね。まあ、これがまあ一番王道行く、まあ、いわゆるプリンス・オブ・ウェルズチェックのまあ基本柄なんですが、まあ、こんなようなものにですね、まあ、やっぱり英国王室あたりが好んでやったのは、まあ、ちょうどこの白黒の中にちょっとご覧になりにくいかもしれない。ブルーのウィンドペン、チェックが入ってます。このブルーのウィンドペンが入っていることで、まあ、これはブルーの場合、それといわゆるそのボルドー、まあ、赤の場合、まあ、この辺の2色の色がございますけど、まあ、こんな色がまあ基本のものです。でも私のおすすめは、こういうそのプリンス・オブ・ウェールズ・チェックの茶色みたいなものもございますし、まあ、このプリンス・オブ・ウェールズ以外に何かおすすめがあるかというと、一つおすすめしたいのは、いわゆる
通常、日本では市松柄と言われている、いわゆるブロックチェックですね。こちらです。いわゆる通常ギンガムチェックなんて言い方もされる方もいますけど、いわゆるそのブロックチェック。ブロックチェックの、柄あたりは、やはり、これの大きさにもよりますけど、よろしいかなと。これ以外に、基本柄というと、いわゆるハンドトゥースという、いわゆるその千鳥格子ですね。千鳥の柄あたりも、おすすめだと。ただ、ここで非常に気をつけなきゃいけないことは、チェックという柄が結構存在感が大きいですから、やっぱりチェックに対してネクタイをどうするか。例えば、今日私の場合は、無地のネクタイで抑えてます。なぜかというと、この中のブルーの色というものをここで拾っておりますので。で、あとは、色で言うと、靴下ちょっと失礼いたします。ブルーの色と、ネクタイの色と色合わせをする。これはこういうふうにですね、意外とシンプルな柄がゆえに、こう柄の大きさとネクタイも、例えばこういうボルドーのネクタイをする。で、この場合だったら、このウィンドペンの柄がやっぱりボルドー色だと、こんなネクタイもよろしいかと思います。あくまでも何回か申し上げるように、コーディネートのスタイルというのは、色は2色という範囲の中でお合わせいただくというのが基本かなというふうに思います。最後に、ゆきこたにさんからのご質問で、スウェードのバルスター型のブルゾン、スウェードのブルゾンに他に取り入れやすい形や色っていうのはありますかというご質問です。で、私もですね、これは、30年ほど着てる、いわゆるその、これはバルスターモデルと言われる、もともとこれはいわゆるドライビングジャケットなんですね。で、特にスウェードっていうのは、もうこういうふうにどうやってももうシワになりにくいんで、非常に便利です。これは、英国にある、いわゆるコノリーという、ロールストロイスのレザーのシートなんかに使ってる、レザーで作った、いわゆるそのバルスター型のモデルです。で、これは一番やっぱり便利には着れるものですけど、これ以外にですね、おすすめというと、私がおすすめしたいのは、最もブルゾンの中でシンプルなものです。で、このポイントはどこに一番大事なところがあるかというと、着丈が短いってことです。丈が長いと非常にもジャンパーみたいな感じになりますんで、やっぱり丈が短めで、こういうふうなシンプルなブルゾン、この辺もですね、このバルスターモデルあたりと並んで、ワードローブの中にお入れになればよろしいかなというふうに思います。今日のお話ですけど、昨日はちょっと、久々、忘年会みたいなのがあって、夜中に戻ってまいりましたので、ちょっとやや寝不足気味でお酒が抜けてないかなという感じですけど、今日の朝新聞の中の一面に、長生きリスクという不合理という、こういうちょっと新聞の記事がありました。人生100歳まで生きるんだみたいなことが一般的によく言われてますけど、果たしてですね、じゃあどうなのかなというふうに思います。100歳まで生きて、どうなんだろう、95歳まで生きる、必ずやっぱり人間はいつかは、この世からいなくなりますけれど、やっぱり自分がそのいくつまで生きるかっていうよりは、今日をどう生きるかっていうことの方が、私にとっては非常に大事な問題で。朝昼晩をきちっといただいて、6時半からラジオ体操して、今日もやっぱり新しい朝が来たという気持ちで、その一日に臨む、そんなようなことがですね、やっぱり生きていくという上では大事かなというふうに思います。では、また明日お会いしましょう。チャオ。チベリアマドンマーニ。チャオ。